日本国内の新型コロナウイルスの感染確認者が294人となり、クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号の706人の感染確認者と合わせますと、日本の領域での感染者は1000人となりました。韓国、イラン、イタリアの感染者の増加は止まっておらず、3月4日の時点で、韓国は5328人、 イランは2336人、イタリアは2263人となっています。イランとイタリアでは、実数の増加ぶりが日々激しくなっています。3月2日からの48時間で、表日1の14の国と地域で最初の感染確認事例が発生したと報じられています。アメリカでも、少しずつ感染確認者が報告された地域が広がっていまして、 3月3日の時点で、随一のようになっています。これを見ますと、ワシントン州では、感染確認者が31人に対して、死者が9人という事態となっていることがわかります。面積の大きなアメリカで、上のように後半に広がっているということは、アメリカでも全体的な流行が起きる可能性も近くなっているのかもしれません。 ちょうどアメリカは大統領選挙の予備選関係の集会も多くなっていそうで、感染拡大の要素もありそうです。